南海地区总体是稳定的呀，所以没必要去炒作南海问题。但是我不接受其他国家的指手画脚。マレーシアを訪問している中国の王毅外相は、明日開かれる ASEAN 東南アジア諸国連合との会議を前に、南シナ海問題は本来の議題ではないと強調しました。王外相は会議の期間中、各国と個別の会談を積極的に行う方針で、ASEAN が対中国で結束しないよう取り込みを図るとみられます。